事故の一方の当事者である U.S. セス、ジョージ・ワシントン米元船当て逃げ事件とは、1981年4月9日に発生した日本船籍の貨物船に対する当て逃げ事件である。日照丸事件とも言う。1981年4月9日、鹿児島県沖の東、シナ海に浮かぶ下甑島付近、佐世保から南南西約110海里を神戸港から中華人民共和国の上海に向けて、日本の忽那海運所属の貨物船、日照丸が航行していた。午前10時半頃に、アメリカ海軍所属のジョージ・ワシントン級原子力潜水艦、ジョージ・ワシントンが海中から浮上したため衝突した。日照丸は船底を破壊されたため、15分で沈没した。一方のジョージ・ワシントンは、セール部分をわずかに損傷したのみで、自力航行に支障がなかった。しかし、ジョージ・ワシントンは日照丸乗組員の救助活動をせず、現場を立ち去った。この結果、日照丸の乗組員から船長ら2名の死亡者が出た。残りの乗組員13名を救助したのは、日本の海上自衛隊の護衛艦、秋雲と青雲であった。なお、アメリカ海軍側は、事故報告書において、濃霧と雨のために、日照丸を発見することができなかったと説明している。アメリカ側は、事故発生後1日後に通報するなど、不誠実な対応をしたが、最終的には過失を認め、8月31日には、日本国政府に最終的な事故報告書を提出した。その背景には、エドウィン・オーライ・シャワー元駐日大使による核を積載した艦艇の日本機構の証言があり、日米同盟問題が微妙な時期であり、非核三原則を国是とする日本国民の核問題に対する感情を配慮して、事件の解決を急いだ事情があった。そのため、日米両国政府はこれ以上政治問題化させないことに同意した。しかし、事故直後の状況などについては、乗組員との証言と相違がある。船長ら2人の遺体は、事故から13日後に発見されたが、死後2から3日ぐらいしか経っていないかのような状態で、あるとの指摘もあり、2人は一旦米軍に救助された、後、機密保持のために謀殺されたとの主張もある。そもそも、どうして衝突してしまったかという事件の真相に対する全面解明は、冷戦下における核戦略等の軍事機密の壁に阻まれて、現在も実現していない。艦長は、このように遭難者を救助せず立ち去ったにもかかわらず、軍法会議にかけられることもなく、艦長資格剥奪の懲戒処分で済んだ。被害者への賠償であるが和解している。小川和久は、事件後の1984年に出版した原潜回廊において弾道ミサイル原潜から攻撃型原潜に改造されたばかりのジョージ・ワシントンが攻撃型原潜としての動きに不慣れなため逆にソ連の攻撃型原潜に発見されてしまい、その追尾を振り切る途中で日照丸と衝突したアメリカ側が事故報告書において事故現場の場所を故意にずらして発表したのはその場所がソ連潜水艦の待ち伏せ地点だったからである、という仮説を述べている。2001年にハワイ沖で発生した愛媛丸事故では、この事件と全く同じ状況で発生したため、アメリカ海軍は過去の教訓を生かしていないと日本側から批判された。偶然にも被害を受けた2隻とも愛媛県に関係する船だった。吉原港、一郎、黒幕、疑惑の死、ロッキードから豊田商事事件まで、ピアニッシモ166から170、小川和久、原潜回廊、第三次世界大戦は、日本海から始まる講談社、1984年3月、97から110ページ。ISBN4 から06から20926から9。ありがとうございます。